ペリ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 。はい、こんにちは、カババです。だいぶね、久しぶりの更新になっちゃいました。で、今回はね、実に約10年ぶりとなる登山ウォッチのご紹介します。で、前回はですね、こちらの、これ、プロトレックのですね、PRW3000 っていうんですけど、こちらをやりまして、非常にね、多くの方にご視聴いただきました。ね、ありがとうございました。でね、さすがにね、これ、使いすぎて、ベゼルなんかね、ガチャガチャなんですよ、これ。こんな感じでね。ただね、これ機能的には全然問題ないんですよ。気持ちですよ。気持ち。ソーラー充電がちょっと弱くなってきたかなっていう感じがします。まあ、ソーラーもね、二次電池をね、交換すればまだまだこれ使えるんですけど、さすがにね、もう古いっしょ、これ。正直言って。ね。ということで、まあ、今回はですね、新しく買った登山時計の代表的なモデル。はい。こちらのですね、スンとコア。こちらをご紹介したいと思います。ちなみにね、このスンとコアの動画、何回かに分けて公開する予定なんですが、今回はですね、開封編です。で、機能説明とか、また使い心地っていうのは、まあ、次の動画、または次の動画でね、改めてやりたいと思います。皆さんもね、まあ、見たいのはね、大体この辺かなと思うんですけど、じゃあ開封していきたいと思います。こことここ、封がしてあるんで、封を切っていこうということで、こっちですね。はい、チャ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 ーンということで、はい、取れました。はい、これが取れて、こうですね。こうですね。じゃあ、いよいよ開けます。はい、チャラチャチャチャーンということで、パカッ。おお第一印象ね。今開けた第一印象ね。まず触ってないですよ。あのね、大きいなって感じしますね。すごく大きいなと。あピッていっちゃった。はい、どうやって取ればいいんだ。あ、こう引っ張ればいいんだね。はい、これはね、あ、いくつかの言語ごとにね、まあ、こういうふうに取説が入ってます。はい、これはね、ちょっと後で確認していきたいと思います。これはですね、ゴムの部品なんですけど、ここですね、時計を止めるベルト、ここあるでしょう。これの替えベルトだと思います。じゃあちょっとね、本体を開けていきましょう。こういうのが入ってました。はい、これがスンとコア。あ、いいね、ちょっと傷がつかないようにこうビニールの保護が巻いてありますね。はい、こちらですね、スントコアのレギュラーブラックです。おー、なんていうかな、独特のこのシェイプですね。これプロトレックやね、 G-SHOCK とは違うね、またね、なんていうかな、こう丸みのあるというか、なんかセクシーな感じがする、うん、なんかね、僕だけかな、このここら辺がね、ここら辺から見た方がいいかな、ここに見た方がいいかな、ここら辺がね、アルマジロのね、ボディラインに似てるなっていうふうに今思ったんですけど、まあ、そんなこと思うのは僕だけかもしれないけど、あとね、この見た目ね、まあ、結構重そうだなっていうふうに思うんですよね、これ見た目はね。まあ、こうベゼルでかいしね。ただその割には非常に軽くできてます。今回はね、機能説明とかやらないんで、一応まあ、じっくり見ようかと思ってるんですけど、このベルトね、ベルト非常に大事なんですけど、このベルトは、ほら、穴がね、横に広いでしょ。あんまりこういうの、ね、プロトレックや G-SHOCK じゃ見たことないでしょ。こういう風な、横に広い穴。これはね、この留め具の、ほら、このなんていうの、引っ掛ける部分、これがね、こんなに横に平べったいんですよ。ほら、こんな感じ。普通、ここはね、針金みたいに細いでしょ。で、これはね、横に太いっていうかね。で、これがあるんで、まあ、しっかりね、ほら、こういうふうにはまるわけですよ。
これはなんかすごいね、安心感がありますね。あとね、これベゼルが回りますね。はい、これもね、まあいろいろ用途があるんですけど、とりあえずまずベゼルが回りますよということですね。はい、こちらはですね、スントのコア、スントコアですね。で、色はですね、これレギュラーブラックと言います。まあ、一般的なオールブラックと違ってね、文字盤が白いタイプです。で、こちらはですね、電池式なので、この後ろですね、ここありますけど、ここをですね、500円玉とかね、まあ、そういうコインとか、コインドライバーで回してね、この裏蓋を開けて、電池を入れ替えながら使うというモデルです。だから、いわゆるね、プロトレックのようなソーラー充電ではないということですね。で、ちなみに言っとくと、電波でね、時刻合わせする機能でもないんで、いわゆるプロトレックのような電波ソーラーではないということですね。ベゼルの直径が約4センチ。で、一番出っ張ってる部分見ると約5センチあります。で、厚さですね。これは、やっぱりこれね、厚さもね、やっぱり1センチ超えてますね、これ。まあ、相当分厚い時計です。まあ、さっきも言いました通りね、これは電波ソーラーではありません。まあ、裏蓋を開けて電池交換するタイプ。あと、時間もね、手合わせ。まあ、今時ね、そんな時計のどこがいいのという方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、僕的には、まあ、楽しい山登りに使うんだから、まあ、かっこいい時計って大事ですよね。やっぱりね、これ趣味でやってますから、まあ、かっこいいがね、すべてに優先するものの一つなのかなというふうに思います。あと、このペリペリをね、今ちょっと外してみますね、これ。ここですね。ここにありますね。ここ引っ張ります。はい。ペリ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 。はい、こんなのがついてました。まあ、とにかくね、かっこいいですよ。ちょっとしてみましょうか。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっとね、まだ時刻設定してないんでね、なんとも言えないですけど。はい、こんな感じです。うわぁ、なんか、かなり大きいね。僕のってね、手首細いんですよ。左側ね、左では特に昔骨折しちゃったんで、ここ細いんですけど。あ、でもいいですね、これ。なんかすごいやる気になってきた。明日ね、ちょっと山行く予定なんでこれしようと思ってるんですけど、なんかすごくね、登山が楽しくなりそうな感じがしますね。はい、というわけでございましてね、今回はザ・登山時計スントコアレギュラーブラックの開封編でした。次回もね、このスントコアの動画を公開しようと思ってます。はい、というわけでございましてね、最後までご視聴ありがとうございました。カババでした。